はい、65歳になられましたらですね、全国民共通の老齢基礎年金というものを受け取っていただけるんですけれども、その老齢基礎年金をですね、まあ、65歳になったらですね、何月分から実際年金が受け取れるのかと、いうことなんですけれどもね、これは、65歳に達した月のその翌月から、翌月の分から年金が出るという形になります。65歳に達したというのは誕生日の前日に達したことになります。その誕生日の前日の翌月、から年金が支給されるということなので、まあ、8月10日お誕生日の方であったら8月9日に65歳に到達されますので、その翌月ですね、9月分の年金から支払われるという形になります。で、65歳になられた方がですね、まあ、過去に1ヶ月以上厚生年金に加入されていた期間がありましたら、老齢厚生年金というものをね、合わせて受け取っていただけます。で、ただその厚生年金の被保険者という形で引き続き働かれる場合ですね、この場合は、報酬とですね、年金の調整の仕組みがありまして、いわゆる在職老齢年金というんですけれども、年金の一部また全部がカットされるという仕組みですね。で、この在職老齢年金の仕組みはですね、60歳代前半の計算の仕方と60歳代後半の計算の仕方と2通りありまして、まあ、65歳でその在職老齢年金の計算の仕組みが変わってくるということなんですけれども、じゃあ65歳になったらですね、具体的に何月、いつの分からの年金からその60歳代後半の在職老齢年金の仕組みで計算するんですかと、こういうご質問いただくこともあるんですけれども、これはですね、65歳になられた月、まあ、誕生日の前日です。65歳になられた月につきましては、60歳代前半の、在職老齢年金の仕組みによって計算がされます。で、60歳到達月の翌月ですね、まあ、老齢基礎年金が出る月と同じですけれども、その月からですね、60歳代後半の在職老齢年金の仕組みの計算が適用されると、こういうことになります。